ケーブルブリーゼブリーゼ前にあたりが来ているところ、桜橋西の交差点であります。この先を進んでくるとブリーゼブリーゼ、いわゆるですね、梅ぐるバスがですね通ってくる道路の方へと出てくるわけなんですけれどもね、ちょうど今国道2号線いわゆる曽根崎通りのですね桜橋西の交差点にいるわけなんですが、こちらからですね中之島を経由してですね歩いていきたいと思います。奥に毎日新聞大阪本社の建物があるんですが、京都市出入り橋東の交差点へと立ち上がってきました。先を進むと上田2丁目中の交差点、そして西村公園があるんですけれども、ここから右を阪神高速を見ながら進んでくることになります。右へ曲がり、さらに右へと曲がってくると見えてくるのが出入り橋であります。ちょうどですね、交差点の名前、そしてですねちょうど阪神高速のですね出入り橋出口があるところなんですけれどもね、まさにその名前のついた出入り橋、歴史を誇る橋なんですね。その出入り橋を渡り終えて阪神高速の高架下をくぐると NTT テレパーク堂島の建物が見えてきます。いわゆる NTT コミュニケーションズがこの中に入っている建物ということなんですね。広間の方へと入ってくると花時計があるんですが、ちょうど左手の奥の方にですねこちらなんですが、大阪市役所堂島庁舎跡の碑があるんですね。もともとこちらはかつては大阪市役所、今はですね、淀屋橋のですね現庁舎になっているんですけれども、かつては堂島にですね大阪市役所があったということなんですね。その堂島テレパークを右に見ながら、そして左に阪神高速の高架下を通っている、間の道路を通ってくることになります。堂島川の方に上がってきて、こちらが堂島県庁所になります。こうやってですね、アンテナがですね立てられていて、その手前にですね奥の方に阪神高速の料金所があるということなんですけれどもね、ここから右の方へと曲がってくると橋が見えてきますが、こちらが旅の橋であります。そして正面の奥にはABC 朝日放送、そして関西電力病院などのですね高層の建物を見ることもできます。そして旅の橋北爪の交差点へと向かってきます。ちょうど旅の橋の方に差し掛かってきました。そのクレーンがあるんですが、奥には大阪市立科学館の建物、円の形をしたですね建物が見えてきます。そして旅の橋ミラ爪の方へと向かってくることになります。このようにですね堂島がまだですね広がっているということなんですね。こちらが旅の橋から見る堂島川であります。旅の橋ミラ爪の交差点になります。そしてここから左辺の方へと曲がってくると中之島通りへと向かってくることができるんですけれども、ちょうどですねこのように歩道橋があるんですね。真新しく出来上がったこの橋なんし歩道橋なんですけれども、中之島三丁目歩道橋という名前になります。こうやって左側がですね、堂島川を見ながら、そして中之島通りを右に見てですね、空間のある歩道橋になっているんですね。ガラス張りの、歩道橋になります。その先を進むとですねこちらの大きなビルの方へと向かってくるんですね。その歩道橋を歩いてきて向かい側に達するとこのようにですね庭のような感じを誇させるような空間が広がってくるんですね。ほっとり緑の木がですねいっぱいに囲まれている中にあって、そしてこの小さな歩道橋を渡ってくるということになります。こちらの建物が関連ビルディングになるんですが、その向かい側に広がっているこちらの建物、これが大ビルの本館になります。そしてその先にもですね歩道橋がですねつながっていて、でこちらの方がですねいわゆるスペースになっているんですね。そのスペースがまあこの四角いようなスペースなんですけれども、先を進むとですねこのように緑の芝生が広がっていて、そして左側の方が駐車場になっているんですね。その大ビル本館を出てくると京阪
渡辺橋周辺にへと差し掛かってきます。いわゆるですね、大阪メトロ四ツ橋線との乗り換え駅になって、そしてですね、こちらが中之島の大ビルになります。中之島大ビルの裏手の方、いわゆる阪神高速の中之島入り口が出てきたんですが、そうするとこのようにですね、右左というですね、文字があるんですが、左に行くと安治川へ、そしてですね、右に行くとこのように書かれてあるんですね。その中之島大ビルのいわゆる左側にある、西側にあるのが阪神高速11号池田線の中之島入り口となります。いわゆる池田方面の入り口ですね。そして、右の方、大阪市役所方面に抜けるとこのようにですね、大きな高層のビジネスタワーがそびえ立っているというふうになりますね。そうするとこのようにですね、土砂降り川がですね、広がってくるんですね。その、大阪市役所側になるんですけれども、こちらの橋が肥後橋になります。そして阪神高速11号池田線がですね、曲がっている様子、 S 字に曲がっている様子がご覧いただけるかと思います。そしてこちらがフェスティバルタワーになります。いわゆるですね、朝日新聞社の本社、大阪本社、そして、フェスティバルホールがある、大変高い建物になります。そのフェスティバルタワーの真ん前にあるのが肥後橋下詰になります。信号はですね、もう急ぎ急ぎで変わっていたので、なんとか渡れたんですけれども、この下の方にですね、大阪メトロ四ツ橋線の肥後橋駅があるということになりますね。ちなみにこちらが四ツ橋筋となります。再び土佐堀川の河川敷へと上がってくると、広場一丁のいる風景が、ここにあるんですね。こうやって人がですね、鳩をですね、見ている様子でしょうかね、伺いますけどもね。そしてその左手に行くとですね、このようにですね、花が咲いてあるんですね。まあ、先に行くとですね、バラ園があるんですけれども、もう少しずつですね、花を咲かせて出しているという状況で、でこちらがですね、アルキミストという花になります。ドイツのコルデスというですね、名前がついているらしいんですけどもね。さらにはですね、十魚花というですね、このようなですね、モニュメントがあるんですね。そしてその先を進むと、これがシャルル・ドゥ・ゴールというフランス1974年に誕生したバラの花であります。きれいに咲かしてありますね。さらにはゴールド・ハニー、1978年フランスで付けられた名前。そしてですね、これが熱情と言います。日本のバラなんですね。1993年に誕生したということだそうです。そして聖火というバラの花、こちらは1966年にですね、誕生したバラの花になります。さらにはですね、こちら一体の座というですね、座布団のような、モニュメントが置かれてあるんですね。まあ、市役所沿い、いわゆるですね、三好口プロムナードがですね、近づいてきているんですけれどもね、まあ、この辺りはですね、バラの花があり、そしてモニュメントがですね、たくさん、置かれてある場所なんですね。そして奥の方に見えてきたこちらが淀屋橋であります。いわゆる日本銀行前の大阪支店前にあるこちらが雲の椅子になります。その雲の椅子をですね、左に過ぎるとまたですね、バラの花がですね、見えてくるんですね。こちらがロブロイという1970年スコットランドで生まれたバラの花で、こちらがグラハム・トーマスといいます。1983年イギリスで生まれた花。
このようにですね、本当にたくさんのバラが咲き誇ってあります。そしてこれがロイヤルプリンス、日本で生まれた花で1997年に生まれたものなんですね。こちらがローズ大阪というバラの花になります。さらにはツルブルーム、こちらがツルオフェイリ、こちらがツルホワイトクリスマス、そしてダブルデライト、さらにはプリンセスムラ、そしてツルピース、本当大きなバラの花ですね。こちらがジュリア、そしてこちらがデトロイターバラになります。そして淀江橋の手前にあるこちらが日だまりに遊ぶというモニュメントになります。このようにですね、お母さんのですね、足の上にですね、まあ、赤ちゃんらしき、お子さんがですね、見つめている様子が伺えますね。ということでですね、大阪市役所前にあたる淀江橋に到着となります。そしてこちらがですね、大阪市役所ということになるわけなんですけれどもね。では市役所の方向に向かってですね、結果の方をご紹介したいと思うんですけれども、桜橋東の方から歩いてきてですね、中之島公園沿いの方を歩いてきたわけなんですが、時間にして38分31秒、距離が 2.75 キロ、3369歩の276キロカロリーでやってきたわけなんですけれどもね、ちょうど今差し掛かってきたところが三越プロムナードであります。左にですね、大阪市役所を見つつ、そして右が中之島公園ということなんですけれどもね、本当に緑、新緑が溢れているという印象でですね、まさに新緑のトンネルを感じますね。まあ、ここから先を進むと大阪府立中央図書館、そして中之島のですね、図書館につながっていくんですけれども、まあ、会館がですね、ちょっと見合わせているという状況で、本当にですね、こちらに来るとですね、まあ、歩いていると本当に日だまり感があってですね、本当に心が癒されるような、そんな印象を持たせられますけれどもね。中之島沿い、堂島川を経由して大阪市役所前までを歩いてきました。